ボンジュール、ごきげんよう。パクチー大好き羊のヤギメイコです。さてさて、羊文学第2弾は太宰治。まあ何より芥川さんのことが好きすぎる。まずね、ノートに名前を書く、いっぱい書いちゃうっていうね、小学校でね、もう黒歴史になっちゃいそうなことをやってました。あとポーズを真似して、あの頬杖のポーズね、こういうあの頬杖で撮った写真、あれを見て僕も真似すると言って写真を撮ってみるとか、あと芥川賞が欲しいよって4メートルもの手紙、てかもう巻物、もう秘伝書を送っちゃうっていうエピソードがあります。で、太宰治の作品が候補作に上がったものの受賞は逃してしまうんですよ。で、ショックを受けた太宰は選考委員の川端康成先生が審査員してたんですね。その人を批判した文章を発表。雑誌ね、川端康成へっていうタイトル。タイトルからしてね、まあ喧嘩売ってるよね、これ。それを発表します。私は憤怒に燃えた。刺す。そうも思った。大悪党だと思った。などね、過激な文章をわざわざ雑誌に載せちゃう。ちょっぴり陰険ですね。そんなね、太宰治。まあ、人間失格とか、走れメロスとか、斜陽とかね、いっぱい有名な作品はあるんですけれど、その中で、おとぎ草子っていう、おとぎ話を太宰治がアレンジしちゃったっていう作品があります。これがですね、冒頭を見ると、防空壕に避難した女の子を、怖いよ怖いよってね、言ってた女の子をなだめるために読んだ絵本っていう設定から始まる。で、今年の2019年4月に387枚の完全原稿が発見されたんです。いやー、今までなかったんだね。それでそのお子様に向けて読んであげたっていう、まあ、それはそれは優しい、優しいストーリー。から始まるんですけど、その内容がどうよって突っ込みたくなるものなんです。まずは、カチカチ山、有名なね、あのカチカチ山の途中を読んでみようかと思います。そうして、ウサギのやり方が男らしくないのは、それは当然だということが分かった。このウサギは男じゃないんだ。それは確かだ。このウサギは16歳の少女だ。未だ何も色気はないが、しかし美人だ。そうして人間のうちで最も残酷なのは、得てしてこのたちの女性である。ギリシャ神話には美しい女神がたくさん出てくるが、その中でもヴィーナスを除いては、アルテミスという処女神が最も魅力ある女神とせられているようだ。中略。その死体は決して荒くれて頑丈な大女ではない。むしろ小柄でほっそりとして、手足も華奢で可愛く、ゾッとするほど怪しく美しい顔をしているが、しかし、ヴィーナスのような女らしさがなく、乳房も小さい。気に入らぬ者には平気で残酷なことをする。自分の水浴しているところを覗き見した男に、さっと水をぶっかけて鹿にしてしまったことさえある。水浴の姿をちらと見ただけでもそんなに怒るのである。手なんか握られたらどんなにひどい仕返しをするかわからない。こんな女に惚れたら男は惨憺たる王恥辱を受けるに決まっている。けれども男はそれも愚鈍の男ほどこんな危険な女性に惚れ込みやすいものである。というね、カチカチ山のウサギが、実はなんかちょっと、男の人を手玉に取るタイプの悪女だったっていう設定なんですね。こんなね、むしろちぶさは小さいとかね、5歳の女の子に言うんじゃありませんよ。本当にね、太宰先生。でね、もうそのね、ウサギちゃんのね、
セリフがひっどいひっどい。ちょっと読んでみますね。そばへ寄ってきちゃダメだって言ったら、臭いじゃないの。もっとあっちへ離れてよ。あなたはトカゲを食べたんだってね。私は聞いたわよ。それから、ああ、おかしい。うんこも食べたんだってね。とか言う。だって、食糞するのはウサギの方でしょって思います。ね、もう。それで、もうそのね、タヌキさんが、ちょっとおじさま、そんな女の子にね、ふらふらっと行っちゃうおじさまという設定なんですって。太宰先生、どういう視点でやってんのか、謎です。とするとね、もう一個ね、浦島太郎のお話があるんですけど、それはそれでまたね、どうしようかなって感じなんです。じゃあちょっと読んでみますね。まずは、亀さんのお話から。いやー、もう私は何も言わん。私のこの甲羅の上に腰掛けてください。浦島は呆れ。お前はまあ、何を言い出すのです。私はそんな野蛮なことは嫌いです。亀の甲羅に腰掛けるなどは、それは狂態と言ってよかろう。決して風流の仕草ではない。どうだっていいじゃないか、そんなことは。こっちは先日のお礼として、これから竜宮城へご案内しようとしているだけだ。さあ、早く私の甲羅に乗ってください。でね、ここだけ見るとね、もう亀さんがね、変態に見えてくるの。どうだっていいじゃないか、そんなことは。さあ、乗ってくれって。太宰治のおとぎ草子にはいくつかのお話が入ってるのですが、その中でも一番印象的なのはこの部分だと思いました。以上、羊文学第2弾、太宰治のおとぎ草子でした。それじゃあ、またねー。シープユー。